そら素晴らしい神様を賛美いたしましょう。誰も今まで見たこともなく、聞いたこともない、何より素晴らしいものと主は与えてくれた。
Thank you.
Thank you.
くなるようになりします。そしてご起立くださいまして、一緒に親しんでおかないと。天地を作り主神を信じます人よ、私が神様がこの真ん中にご臨在ください。共にあなたを礼拝し、共にあなたを賛美し、あなたに栄光を返しすることができるこの人と出会いますように、心から感謝と賛美を捧げます。御言葉と聖霊とお一人お一人を養ってくださる主イエス様の皆により感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。一緒に礼拝されられることをこれから感謝いたします。今日もインターネットで、いつも、交わりいただいてます。また何度かね、一緒にお祈りをしたことがあるしげるさんもいらしてくださり、今日久しぶりに来られるっていう方がですね、ちょっと心配してたんですけどね、来るって言ってたんですけど、雨が降ると来れなくなってしまうというね、そういうこともあります。神様はね、ちゃんと必要な方を送ってくださるんだな。
雪がある時降った時ですね、ああ今日も誰も来ないだろうなとかね、そんなことを勝手に思ってしまったことなんですけど、いつもより、たくさん来るというかね、わからないもんですね、人生はね。私たちの人生というのは忙しい、そういう生き方もあれば、また暇な生き方もあります。今朝の日記でこのようなことを書きましたけれど、人間の取扱説明書である聖書は、私たち人間が6日間働き、そして1日を休むようにと教えられている。ある人はですね、月月火星木金金と、休みがない、まあ割り切ってそういう生き方もいいかもしれない。まあ、ともするとですね、牧師も、そういう生き方になりがちです。なぜならば牧師の、休日はないからです。日曜日が休日かと思ったらですね、日曜日も働いてますからね。まあ一つの、例外としてですね、神様は聖霊の油注ぎというものを与えて、安らぎを与え、まあ安息を与えてくださる。そして何よりもこの礼拝の中で魂が安らぐ、そういうことの中で私自身はですね、疲れを知らず、歩んでくることができたんだなと思います。まあ、できたらですね、日曜日の他に休めたらいいんですけれど、皆さん人生どうですか？ゆっくり、休んでばかりのそんな人はいないと思いますけれど、週一度は必ず休む。あるお医者さんがこんな実験をしました。同じ人です。一人の人に、あなたは6日間働いて1日休んでください。で、それが終わったら今度はですね、5日間働いて2日休んでください。そして最後にはですね、7日間働き続けてください。しばらく何ヶ月かそういう生き方をする。その人はどうなるか、本当に聖書は正しいんだろうか。正しかったんですね。6日間働いて1日を休む、その人は疲れ知らずで、元気で働き続けることができた。ストレスもたまらなかった、あんまり。ところがですね、5日間働いて2日休む人はいいだろうと、もっと疲れが取れるんじゃないかと。ところがですね、休みすぎて、仕事を始めるために何かこうリズムが、つくまでに1日2日かかってしまってね、かえってストレスになってしまう。もちろん7日間全部働くその人はですね、なかなか、安らぎがなくなって、健康を損ねたりストレスがかかる。今日皆さんどうですか？皆さんの心が安らぎで解放で溢れていますか？どうぞこの礼拝の中で行こう、魂を行こう。それはどういうことかというとですね、詩編の中にこう書いてあります。静まってあなたが神であることを知れ。だから静まるってことはですね、止まるってことです。皆さんの魂、地上に皆さんの心をストップさせて、ただ神様にだけ集中する、これが静まるってことです。皆さん、私たちが静まって神を知るときに、止まるときに、神様の力が、神様の恵みが私たちに注がれるんだ。止まらないとですね、私たちは神様に代わって働くことになりますね。いいです、神様見ててください、私やりますから、いやこれもやります。でも私たちはですね、神と共に働く。聖書の中で神のために働きますっていうのもいいんですけど、聖書は神と共に働く、そういう生き方を私たちに教えてくださいます。皆さんどうぞこの礼拝の中で安息してください。一切を停止させ、一切を止めるだけじゃなくて神様に目を向ける、そして神様からの恵みを受け取る時間となりますように、イエス様のように祝福いたします。アメン。私たちの人生はそのようにして進んでいくのです。神様はですね、この安息、私たちが安息してるだけではなくて、神様も今日ここに来てるんですよ。皆さん、この席が空いてるところありますけど、神様はここへ来て恐れ多くも一緒に安息してくださいました。神様は最初世界を、天地を創造され、それはですね、6日間で天地を創造し、
その最後に人間を作られました。神様は7日目に休まれたんです。だから今日も神様はここで休んでおられるんです。神様と一緒に安息を得る皆さんであるように祝福いたします。皆さん、だから日曜日は大切なんです。ただお勤めとして決まっていることとして教会に来るんじゃなくて、ここで安息する、そして神様と共に安息するだけじゃなくて、神様に目を向けて神様の力を、喜びを、癒しを受ける、そのような時間になりますように祝福いたします。今日はですね、一部と全部の関係ということでメッセージを伝えたいと思います。コリントビトの手紙第1、13章8節から13節、私たちは今、公開説教という形でですね、まあ、公開説教した方が後悔しないだろう、なぜならば、聖書を順番に語るから、全部、味わうことができるから、まあ、そうじゃないとですね、なんか自分が好きなところばっかり、語ったり聞いたりしててもですね、やっぱりこうバランスというものがありますからね、先週から学んでおります、この第13章ですね、8節、愛を分けして耐えることがありません。予言の賜物ならば伝えます。威厳なら伝え、やります。知識ならば伝えます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは伝えます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。まず第一番目、一部と全部の関係、それは賜物というのは神の一部分だ。じゃあ全部は何か。神が全部です。最近ではですね、デジカメの、性能が発達しましたので、綺麗な写真をですね撮って、そしてすぐにインターネットで、それを、みんなで共有することができる、まあ、そうするとですね、行ったこともないのにね、行ったことがあるような、いやー綺麗な写真ですね。でこの人がですね、その写真を持って写真のある場所にいつか行きたいと思ってついに行きました。でそこへ行った時にですね、また写真見て、ああこの写真はいいね。そんなことしませんよね。もうそれよりもその同じ景色を直接目で見る、そうした方がいいに決まってます。同じようにですね、賜物というのは神の一部分です。何かその本物の景色に対して写真のような、でもまあその令和は適切ではないと思いますけれど、賜物っていうのは素晴らしいものなんですね。神の一部分なんです。神の一部分でも、神が来たら、神と出会ったら、もう一部分なんか必要ないですよね。あなたが私の全てです。あなただけを求めます。いや、私は神様の手だけが欲しいんです。いや、神様の祝福だけでいいんです。病気だけ治してください。皆さん、私たちはそのような一部と全部の関係ということを私たちは見ていきたいと思うんですね。でも、神の賜物っていうのはですね、原文のギリシャ語で、カリスというその言葉から来ているんですね。カリスマという言葉ですけど、カリスという言葉は日本語で恵みと訳しました。つまり神の恵み、一方的な良いもの、神がくださった贈り物で、そのカリスマに魔をつけたら賜物になるんですね。カリスマ、カリスマ運動なんていうことを聞いたことあるかもしれませんけど、まあ、ある人はですね、これにアレルギーを持っています。カリスマ運動、今日ここに出てきました予言や威厳、知識、特にですね、予言や威厳にアレルギーを持っているクリスチャンのタイプの人たちがいます。これは神の賜物です。アレルギーを持つ必要はありません。でもなんでアレルギーを持つかというとですね、その原因を、
ちょっと探求してみるとですね、例えば予言が嫌いだっていう人がいるんですね。で、それはなぜかっていうと、例えばこういうふうに言うんですね。主はこう仰せられます。あなたは誰々と結婚しなさい。あなたは何百万持ってるでしょ。それを神に捧げなさいと神は言っています。まあ、例えばそれは神が言ってるのか、その人が思ってるのか分かりませんけど、そういう、なんかこう具体的すぎる予言をして、その人が、つまずいたり教会が分裂してしまうということなんですね。牧師の考えと違うことを横から予言する人がいて、でそういう経験をするとですね、まあ予言なんていうのは偽物なんだ、そういうのはないんだ、 NO! 予言はあるんです。でもその本物の予言じゃないものもある、偽物もある。新命記18章20節からこのように書いてあります。私が告げようと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする予言者があるなら、その予言者は死ななければならない。おお、恐ろしいです。あなたの心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者がそのにもそれを語ったので、彼を恐れてはならない。皆さん、預言が本物かどうかを見極めることは、その預言通りのことが起こるかどうかです。預言の的中率は 100% ではなければいけない。これが聖書の定義です。まあ、そういう間違ったですね、1900何年にこの世の終わりが来るとか、ホーリネスも昔ですね、そういう屋根に登って、主の再臨を待ち望むというようなですね、まあ、間違えることはあります。でも私たちは予言というものをやっぱり重んじなければいけない。神様は語ることがあるんです。聖霊は語られるんです。私たちはもっと霊的に敏感になって神様が語られることに耳を傾ける必要がある。皆さんの心の耳を聖霊に傾けてください。そして威厳です。まあ、これもアレルギーがあってですね、福音派を二分している問題ですね。で、威厳というのは2種類あります。まず第一に威厳は、外国語を話す威厳というのがあるんですね。例えば私がですね、中国語を、勉強したことがないのに、私がイエス様をあなたを愛しています、イエス愛に気がついたらですね、私がそう言ってしまって、頭では日本語で言ってるのに口では中国語、どこで中国語を勉強したんですか先生。いえ、私は中国語を勉強したことないですよ、喋ってないですよ。あなたが言ってること中国語ですよ。皆さん、これが使徒行伝時代に起こった威厳の奇跡です。まあ、こういうことも起こります。しかしもう一つはですね、見つかりの言葉、ある単純な言葉の羅列であったり、わからない言葉でも、この威厳も大切なんですね。私たちの心の深いうめき、たまに自らが言い難き嘆きを持って取り出す、私たちのこの心の苦しみをどうやって言葉で表現しきれるんですか。でも威厳で祈るならば、その心の深いその痛みや思いを神に直接申し上げることができる、神と通じることができる。確かに威厳ということで、何か秩序が乱れたり、人々がそれを、なんかおかしい人のように思う、まあ、そういう人がいたらですね、そこでは威厳をしない、そういう秩序は大切です。でも私たちは神がくれた賜物を軽んじたり否定したり、してはいけないんです。そして知識、まあ、知識もですね、ある人たちは軽んじますね。霊的な人たちはですね、まあ、そんなもう勉強なんかいいんですよ、もう聖霊10万になったらもうそれでいいんです、聖霊10万で伝道したらいいじゃないですか。皆さん、知識も大切です。でも聖書で言ってるのは、この賜物、予言、威厳、知識は廃れると言っています。つまり
神様が来られたら、もうそれはですね、神様の一部分ですから、そういう一部分にとらわれないで、神様を求めて。だから聖書はですね、今日神を求めなさいと教えるんです。今日皆さんは経済的な必要があるでしょうか、また病気の癒し、あるいは何かの解決が、でも一部分だけを求めるんじゃなくて、神様は癒しも経済も問題解決も全部持っています。全部持っている神様を丸ごと求め、そして神様からの祝福を全部いただく皆さんになるように、イエス様の名で祝福いたします。アメン。でもどうぞ賜物も大切にしてくださいということですね。2番目、信者とキリストの体である教会。教会というのはですね、体であるということ、私たちが体として考えるときに、例えばですね、目と鼻と口を比較してどれが優れているか劣っているか、そんなことを考えないと思います。みんな大切です。どれか一つ取りましょうか、選んでください。どれも嫌ですよ。でも私たちはそれぞれ目、鼻、口みたいなものなんですけど、互いに優劣をつけるんですね。いやー、この人は優れている、素晴らしい牧師だ、品性が素晴らしい、いや素晴らしいです、いやこの器は癒しの器だ、この人が祈ったら人はバタバタ倒れるし、病気はことごとく治ってしまう。まあ、そのように目を見張る賜物がある人は特別なように見えてしまいます。でも皆さん、それは肉の働きです。神の目から見たら優劣はない。みんな違うけど、みんな大切、必要なんです。私たちは人間の考えと悪魔の思いと、皆さん神様の思い、これをちゃんと見極めなければいけません。教会の中で私たちは人を優劣つけてはいけません。お金を持っている人、学歴のある人、立派な人が来てですね、その人を特別扱いする。私たちはですね、もちろんそれは優れている、でもそういう優劣を人をつけるという考え方はですね、それは悪魔の考え方である。人間の罪の性質です。皆さん、みんな違う、みんな素晴らしい。教会はピラミッドの形ではありません。そういう組織であります。教会は体なんです。イエス・キリストの柱で、私たちはその一部分である。キリストの体である教会、聖書はそう語ります。私たちどうぞ体の一部分であることを認め、自分の居場所が教会にあることを感謝し、お互いに尊敬し、互いに使い合い、歩んでいく。しかしですね、肉や悪魔の力の中で生きている人はですね、こういう3つの特徴があるんですね。まずその人は自己中心です。自分を中心に考える。2番目、万能感を持っています。私には何でもできる。そのくせ3番目、依存心を持っています、ね、人にべったりと、依存する、頼る。皆さん、自己中心、万能感、依存心、まあ、これが肉サタンの特徴であるならば、私たちはどうしたらいいんでしょうか。自分中心ではなくて、私は一部である、全体の一部分である、神様という全体の一つの部分であることを求め、感謝すること。皆さん、それが私たちのことです。2番目、万能感じゃなくて、神なしには私は何もできません。でも神がおられるなら何でもできます。皆さん、これが私たちが持つ考えなんです。もう一回言います。神がいなければ私はもう土の器、壊れやすい、落ちたら壊れる。でも神がおられたら何でもできる、どんなことでもできる。そして3番目、依存心がなくて、私たちはその依存を神にだけ向けてください。神様から頼って、神様からの恵みを受けて、そして人に仕えていく、人に与えていく、人を愛していく。不思議ですね。自己中心で万能感を持っている人はですね、結構人に依存して、人に寄りかかるんですね。でも私たちは人に仕え、
神様から受けて、神の愛を受けて、そこで満たされて人に与えていく。体っていうのはですね、与える、そしてまた相手からも与えられる、与え合う関係なんです。自然に与え合う関係です。ギブアンドテイクじゃありません。ギブアンドテイクというのは、あなたがね、やってくれたら私もやりましょう。体は無条件に与え合うんです。私たちはそういう愛を持っている。もしそれが本当の姿であれば、皆さん、それこそキリストの体である教会です。私たちはそれが一部と全部の関係、神と私たちの関係、教会なんです。どうぞ自分の賜物の使命を知って、手には手の使命があります。目には見るという使命、鼻は嗅ぐという使命がある。自分の使命を知って、そしてその使命を神の力によって全力を果たして、それを納得していくことができる。皆さん、それが教会の姿です。第3番目、鏡のようにぼんやり見ると、顔と顔を合わせ見る関係。今は鏡のようにぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになりますと聖書は語ります。昔、鏡というとですね、聖堂をヤスリで磨いたものが鏡でした。きれいに見えないんですね。ぼんやりしか見えない。まあ平穏でもですね、作ることができた。まあ今の鏡はすごくきれいですけど、これ昔の話ですからね。昔その鏡で見たらぼんやりしか見えない。でそれと同じように、今神様はぼんやりしか見えていない。聖書で見えます。集会の中で神が見えます。またさまざまな自然や神の御業を通して神が見える。でも一部分であるぼんやりしか見えていない。でも皆さん、素晴らしいのは、やがてはっきりと見えて、顔と顔を合わすことができるようになるんだ。皆さん、今日死を恐れないでください。私たちはやがて、今はぼんやりとしか見ていない神の神話の地にはっきりと見ることができる。なぜならば、イエス様が私のために十字架にかかって罪を許し、神の子とし永遠の命を与えてくださったから。皆さん、イエス様の十字架が私のためであったと信じる人は離れてください。アメン。皆さん、これが救いの力。イエス様の十字架を見上げてください。あそこに私たちを許すために死んでくださった、肉を裂き血を流されたお方がおられます。あのイエス様の十字架から、カルバリの丘から、今日聖霊が私たちに注がれています。自分の力で、原動力で、自家発電で私たち生きていくんじゃない。あの十字架から流れてくるカルバリから、私たちにくださった聖霊を受けてこそ、私たちはその力を受けて進んでいける。あの十字架で病の癒しが完成しました。キリストの打たれた傷で病が癒された。皆さん、あのキリストの十字架の打ち傷で、私のすべての病全部癒されてるんです。そしてまた呪いも問題も全部解決しています。解決してるんですが、私たちは自分でそれを担い続けるんではなくて、その十字架から今日受け取ってください。まあこれがまた難しい問題です。私の友達の、ご主人がですね、若くしてアルツハイマーになった。まあ、この方はですね、三浦綾子さんや星野富美男さんのように、病を宝として受け入れます。まあ、そういう、もう治らない、諦めてるんですね。でも皆さん、神は癒してるって言うんです。これを疑うことは罪です。必ず癒される。 100% 信じてください。でもその癒しには、すぐ癒されることもある。2番目、徐々に癒されることもある。でもう一つはですね、病がない人よりももっといい人生を生きれる、そういう癒しもあるんです。皆さん、星野富弘さんなんかですね、神様がもしあなたの病気を治して五体満足にしてくれるとしたら、そう願いますか？お断りしますって言ったんですね、星野さんは。今のままで十分幸せですから。まあこれは本当に違う意味で癒されてますよね。
皆さん、私たちには癒しが来る。信じて、十字架で終わっている。呪いも問題も解決している。皆さん、握らないで十字架のもとで全部持ってってください。今日十字架のもとに明け渡して、まあ、問題というのは、最大の問題は今日何かというと、私たち自身が問題です。古い人、皆さん、この私たちの古い人を十字架につけてしまってください。私のために死んだんですよ。一緒についた。そして私たちの古い人は死にたらしめ、死んでしまったら生きる。死んだらイエス様が復活したように私たちは生きる。皆さん、問題を主に委ねるだけじゃなくて、今日私の古い人、自我、私自身を十字架に貼り付けにし、イエス様と一緒に死なせていただいたら問題が解決します。祝福されます。そして十字架は私たちの死後を救ってくれました。死を滅ぼし、地獄を撤廃し、永遠の命と天国を私たちに開いてくれました。皆さん、今日十字架で全てが解決です。十字架で私たちは救われています。4番目、信仰と希望と愛。信仰と希望と愛はですね、今この地上で私たちに必要な3つです。信仰というのはですね、何も根拠がない、そんなことありえない、常識的には。でも聖書が言ってるから、それを信じる、これが信仰です。常識的に起こることを信じますというのは信仰じゃないんですね。それはただ事実を認めるだけです。信仰は何も目に見えず、手で触ることができない、耳で聞こえない、それを聖書が言ってるから信じます。希望はですね、輝く星のようなものです。必ずそうなる、聖書通りになる。皆さん、今の時代、希望が必要ですね。私はもうダメだ、年を取った、もう希望がない。でも聖書の希望がある、神に希望がある。希望の神様を信じましょう。で、愛っていうのは何でしょうか。愛は私の味方であるってことです。神がどんな時にも私の側に立ってくれ、どんな時にも許してくれ、どんな時にも私と共にいる。皆さん、その信仰と希望と愛さえあれば、私たちはどんな時にも勝利し、前進できます。天国に行ったら信仰も希望もありません。神がおられます。天国であるのは愛と、神の愛と神への賛美です。でも私たちは今すぐ天国へ行くんではなくて、時間が与えられている。それは一人で天国へ行くんじゃなくて、日本人はこんな少ないのではなくてですね、どうぞ、私もあなたによって天国を来ることができました。私もですよ、あなたは永遠の恩人です、命の恩人です、ありがとうございました。そういう人がたくさんいるような状態で、私たちはできる、聖霊を受けたらできる。皆さん、伝道し、そして多くの人を連れて永遠の御国へ帰っていく、その日まで私たちは戦っていきたい。皆さん、どうぞ、聖書が教える愛、それはイエス様の愛です。イエス様は人々を救うことを願って命を捨てられました。ご一緒にこのお方の愛を実践していく、その皆さんの愛を、イエス様の願いで祝福いたします。アメン。皆さん、お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日一部と全部の関係、私たちこの地上では一部です。でもやがて全部を体験できます。その日まで、皆さん、この人生必要の生涯を祝福してください。イエス様の御名でお祈りいたします。アメン。皆さん、しばらく祈っていきましょう。神様の愛がどうぞ私たちを捉え、神の愛が私を作り変え、新しくしてください。特に今日は、古いあなた自身を十字架につけて、死に新しめ、新しい自分自身になって、今日ここ立ち上がることができる天のお父様、ありがとうございます。お一人一人を神様、十字架の恵みで出してください。お天のお父様、ありがとうございます。天のお父様、ありがとうございます。今この目に見えるものは一部分ですから、全部のやがてございます。神様、その日までこの国を救い、この国を導いてくださいますよ。あれ、総理大臣を覚えてください。神様、あれの政治が本当に神様の御心にかなうものでありますように、イエ
党の議員たちを超えてください。神様の官僚閣僚教育者たちを超えてください。公務員たちを超えてください。会社のリーダー経営者たちを超えてください。芸能人を超えてください。天のお父様、すべて上に立つ者、神様あなたを導いてくださいますように。また弱さを持っている方々、下位置の方々を覚えてください。家をなくしてしまった方々、台風26号で被害を受けたあの大島の方々、神様、助けてください。今も雨が降っております。また27号も近づいています。神様、どうぞ台風の被害から、今、被害を受けている人たちも、今弱さを持っている、苦しんでいる方々を神様、助けてくださいますように。天のお父様、私たちの祈りはそこにあります。今苦しんでいる方々にあります。自殺がなくなりますよ。また、経済や肉体的な判定、精神の判定で苦しんでいる方々に、神様の救いが、御手が述べられますように、お願い申し上げます。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。一人一人に、主の力が、主の喜びが、主の恵みが、満ち溢れるように。王手のお父様、私たちを縛ってこの悪の力が断ち切られるように、聖霊様が一人一人を捉えるように、神の恵みで感謝して満ち溢れるように、天のお父様、どうぞお一人一人の人生の中に、お一人一人の神様お働きくださいますようにお願いします。あなたの愛に心から感謝します。あなたの愛に心から感謝します。愛する主イエス様の皆により感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。一緒に神様に感謝の拍手を伝えたいと思います。アレルヤ、アレン。皆さん一緒にどうぞ立ち上がって賛美いたしましょう。そして、献金を神様に捧げていきたいと思います。聖歌397番、神は一人もご紹介します。神は
30倍、60倍、100倍で満たしてくださり、経済ばかりか、すべての領域で、アブラハムの祝福と、あなたの喜びで溢れさせてくださいますように。愛する主、イエス様の皆で感謝して、お祈りいたします。アーメン。十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日まで、これを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願うか主の慈しみと十字架の御苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し、聖別してください。御前に砕かれた心を持って、主の肉と血とを受けることになり、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかかれる前夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいたいと思います。いただきます。ブドウ酒の分散いたします。私たちの主イエスは同じように杯を取り、
感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私をおめでたい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を思いなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を語り伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名により感謝してお祈りいたします。アメン。問題がある方は上に一緒に参加いたしましょう。見つかりを伏して主を賢に信仰を持っていて、あなたの力を、あなたの約束を軽んじている時にも、あなたは変わらず私たちを許してくださいました。私たちがあなたに背を向けて、あなたを悲しませる罪深い生き方をした時にも、
あなたは十字架のイエス・キリストの瞳を通し、その愛を通して私たちを見て許してくださいました。イエス・キリストは糸長く私たちを待っておられ、私たちの救いのために全てのことを完了してくださいました。今、私たちが天国へ行くばかりのこの地上である全ての問題に、この十字架は解決を与えてくださいました。今、病を持っている兄弟姉妹のために命じます。お天のお父様、あなたの御子イエス・キリストの皆の権威を持って命じる、不信仰を砕く、兄弟姉妹の心の中に今出ていけ、お天の父なる神様、あなたの皆の権威を持って命じる、病癒されよ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 、悪魔よ出ていけ、悪魔よ出ていけ、悪魔よ出ていけ、問題を解決しなさい。王天のお父様、イエス様の十字架を通して与えられる十字架、その十字架から流れてくる全ての救いと祝福、精霊の力を今注いでくださいますように、ナザレのイエス様の皆によってこの力が注がれるように、王天の父なる神様、感謝いたします。王天のお父様、兄弟の足の痛みを神様癒してくださいますように、完全に主が癒しを与え、主よ、あなたの素晴らしい喜びを病の中でも味わっておられますけど、神様、兄弟の体を健やかにさせてください。イエス様の名前よりお願いいたします。おー、ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの力が望んでいます。あなたの喜びが溢れています。天のお父様、どうぞ主の力が、知恵が、精霊が充満になるようにお願いいたします。主よ、今力を受けさせてください。おー、ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。主の力が今望んでいます。主の力を受けろ、主の力を受けろ、主の力を受けろ、主の力を受けろ。アレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。私たちみんなあなたの力なくしては空っぽです、抜け殻です。しかし主が今私たちを注ぎ、私たちを満たし、新しい週間においても素晴らしい主イエス様を仰ぎ、主と共に勝利の人生を歩んでいけることを心から感謝いたします。あなたは創造者です。私たちは作られたものです。作られたものが創造者に対して謙遜であることを忘れることがありませんよ。犬でさえも飼い主をしっかりと覚えています。まして私たち人間は創造者であり、絶対者であり、愛の良い神様をいつも覚え、この方に従順し、この方と共に歩んでいく一週間になるように、愛する主イエス様の皆により感謝し、祝福してお祈りいたします。アメン。
Thank you.
親族一同の上にインターネットその他メディアで一緒に願いをされた方々と共に今も後もやる限りなくあのことをアメン。愛されたり一緒に感謝の手を公開したいと思います。アレルヤ、アメン。